皆さんこんにちは、広上純一です。今日は素晴らしい試みのお知らせを皆さんに、お届けして、ぜひ皆さんのご支援をと思って、おしゃべりをさせていただきたいと思いますが、この能登半島地震の被災者の方に音楽を届けたいということで、石川県と京都のジュニアオーケストラの合同公演を実現するためのご支援をお願いしたいというのが趣旨でございますが、まあ嬉しいことに私も京都市交響楽団の時代からジュニアのオーケストラも一緒に、参加させてもらって、素晴らしい、京都市のジュニアのオーケストラ育ちましたけれども、その京都市ジュニアのオーケストラとですね、今石川県にもジュニアのオーケストラがございまして、そこと一緒に合同で、被災地の皆さんを勇気づけたいという、そういう気持ちが皆さんの間から起こりまして、こういう運びになったようでございます。で、頑張ろうもっとということで、石川県ジュニアオーケストラと京都市のジュニアオーケストラの合同コンサートが2026年です。2025年じゃなくて、再来年ですね、の3月22日に石川県立音楽堂のコンサートホールで、被災された皆さんをご招待したコンサートにしたいというふうに考えています。それから今度は、能登半島の地震でその被災された人々の心に寄り添いたいということで、少しでも元気になっていただきたいということでですね、オーケストラ、ジュニアのオーケストラがですね、被災地のところに訪れて演奏もしたいというふうに考えているようでございます。石川県にも素晴らしいジュニアオーケストラがありまして、で、私の教え子ではあったんですが、もう今は立派な指揮者になりました、アンサンブル金沢の指揮者もやっていただいている松井啓太先生がですね、ご指導していただいてます。で、そういうこともありまして、私とやはり縁のある京都市ジュニアのオーケストラと合同で、少しでも能登の被災された皆さんに勇気を与えたいと、勇気づけたいという、気持ちがありがたいなというふうに私も思っておりまして、クラウドファンディングをさせていただきたいというふうに思っております。8月の24日から10月の22日、目標は300万円なんでございますが、ぜひ皆様もこの考え、それから温かい、ジュニアの子どもたちの気持ちをですね、応援していただきたいと思いまして、目標300万円なんですが、8月の24日から10月の22日まで、募集しておりますので、ぜひ多くの方々にご支援いただきたいなと思っております。クラウドファンディングでございますが、一つよろしくお願いいたします。素晴らしい目標だと思いますので、皆さんの温かいご支援を期待しております。お願いいたします。